ロシア公共学演奏会の創始者、ミトロファンベリアー F の肖像、イリア・レイピンが、ロシア公共学演奏会は、有力な材木賞で音楽特使家であったミトロファンベリアー F が、サンクトペテルブルクで主催していた、ロシアのクラシック音楽のための演奏会シリーズである。若いロシアの作曲家に、自作の還元楽曲を公開演奏できる機会を提供するための企画であった。 そこではそうした作曲家の作品が多数演奏されたのに加え、ニコライ・リムスキー・コルサコフやミリー・バラキレフといった上の世代の作曲家による作品も演奏された。ロシア公共学演奏会の発案者はリムスキー・コルサコフであった。彼はベリアー F の自宅で開催されていた集まりである四重奏の金曜日の場でベリアー F と面識を得る。ベリアー F は リムスキー・コルサコフに作曲を指示していた10代のアレクサンドル・グラズノフの音楽家としての将来に、すでに強い関心を抱いていた。1884年、ベリアー・エフは、ホールを貸し切ると同時にオーケストラを雇い、グラズノフの公共曲第一番と、完成間もない還元楽のための組曲を演奏した。グラズノフは、この演奏会の一部で、式代にも上がっている。しかし、 彼がまだこの役目を果たせないことを知り、リムスキー・コルサコフが自ら弾薬を買って出ている。リムスキー・コルサコフが呼ぶところのこのリハーサルは成功を収め、ベリアーフと招待客を満足させることができた。リハーサルの成功に背中を押され、ベリアーフはグラズノフなどの作曲家たちの作品による公開演奏会を翌シーズンに開催することを決定する。 リムスキー・コルサコフのピアノ競争曲 A 派短長が、グラズノフの公共師、ステン・カラー人と共に演奏された。前年のリハーサルと、この演奏会にそうを得て、リムスキー・コルサコフは、ロシアの作曲家に焦点を絞った、演奏会を年に数回行うことを思いついた。還元楽曲の数は増え続けており、ロシア音楽協会や、その他団体がそれらを演目に載せるには常に困難が、 生じていたのである。リムスキー・コルサコフがこのアイデアを伝えるとベリアー、F、はこれを機に入り、1886年から1887年のシーズンからロシア公共学演奏会を発足させたのであった。リムスキー・コルサコフはこれらの演奏会で指揮をする仕事の分担にも応じた。1889年、ベリアー、F、はパリ万国博覧会でこうした。 演奏会を2回指揮するようリムスキー・コルサコフと約束を交わした。リムスキー・コルサコフの改装によれば7月22日と29日にトロカデロ宮殿でコンセール・コロンヌを用して行われた演奏は上出来だったもののベリアー・エーフがコンサートの宣伝を渋ったために客の入りは良くなかったという。にもかかわらずグリンカー、グラズノフ、チャイコフスキー、リアドフ、 そしてロシア5人組の作品で構成されたプログラムは、モーリス・ラベルとリカルド・ビニエスに深い感銘を与え、リムスキー・コルサコフのアンタール公共曲のピアノデュオ、編曲版を入手すると言わしめたほどであった。こうして始まったものが、ラベル自身の作品に対して、重要な影響を与えていくことになる。グラズノフは1896年のシリーズの指揮者に任じられた。翌年、彼は、 ラフマニノフの公共曲第一番の悲惨な初演を招いてしまう。グラズノフの指揮者としての力量が取り立てて優れておらず、リハーサルの時間の使い方も下手であったのだが、彼のアルコール依存が崩壊に寄与したとも考えられる。今日、ロシア音楽として最も知られた作品の中にも、ロシア公共学園奏会がお披露目の場となった楽曲がある。リムスキー・コルサコフは、ムソルグスキーの ハゲ山の人よの改訂を終えると初回の演奏会で指揮している。また彼のシェヘラザードスペイン起奏曲そしてロシアの復活祭はこの演奏会シリーズのために特別に書かれた楽曲である。過去の作品の改訂版も取り上げられた。ある回の演奏会ではチャイコフスキーの公共曲第1番の最終項の初演が行われた。また他の回では リムスキー・コルサコフの公共曲第3番の改訂版がお披露目された。ラフマニノフの幻想曲、岩も1896年のロシア公共学演奏会でグラズノフの式により初めての演奏を迎えた。この1年後に、やはりグラズノフの式による公共曲第1番の初演が行われることになる。ありがとうございます。